これとかもこう、なんていうの、絞れるのが特徴なんです。こういう紐がデザイン性も高いし、なんていうんだろうな、機能性もあるみたいな。来年の春夏モデルの商品について説明するのは、2018年に創業したアパレル企業ゆとりの片石孝則社長。創業から6年足らずで東証グロース市場への上場を果たした注目の若手経営者です。起業のきっかけはインスタグラムを中心に盛り上がっていた古着コミュニティの存在でした。自分で古着女子っていうメディアのアカウントを2017年の12月ぐらいに立ち上げて、1ヶ月でフォロワーが多分 2,3 万人ぐらいになって、その4ヶ月後に明治の、大学の同級生と起業したっていう感じですね。ファッションに対する若者の熱量を感じ取った片石社長。インスタグラムに投稿された写真をピックアップして紹介するアカウントを作り、古着の魅力を発信しました。 SNS の集客力をもとに始めたのが古着の販売。フリーマーケットで仕入れた古着をネットで売り始めましたが、早々に壁にぶち当たります。EC と古着ってめっちゃ効率悪いんで、1個取っても1着しか売れないじゃないですか。で、新品だったら1個取って100着売れれば100着売れるじゃないですか。だからどんだけ需要ある商品でも1着しか売れないんで、めちゃめちゃ効率が悪くて、本当売上げでも月100万とか200万とかそのぐらいしか全然って感じでしたね。そこでゆとりは古着のようなヴィンテージ感のある商品などを中心に新品の服を売り出す方針に転換。それぞれのコンセプトを持ったブランドの立ち上げや買収を繰り返し、今ではおよそ30のブランドを抱えます。当時はそのインスタで服なんか売れんのみたいな、その業界の人からしたらそんなの一過性で終わりじゃんみたいな、バカにされてたんですよ。それがめっちゃ良くて、大人の人が注目してないけど明らかに若者が熱狂してる領域っていうのを早く見つけて、そこにいち早くプロモーションをかけてお客さんを集めたっていう。で、それが2017年18年はインスタグラムだったし、20年21年とか TikTok で結構プロモーションかけてたんですけど、逆に今 X を結構やってるんですけど、そういうこうマーケティングの波にうまく乗っかったっていうのもあるかなっていう。2024年3月期の売上高は前期比 74.9% 増の43億2000万円と急成長中のゆとり。この背景にあるのが徹底されたブランド運営の仕組みです。例えば事業で言うと Y リーグって仕組みがあるんですよ。で、ブランドを管理する手法なんですけど、 Y5 から Y1 まであって、それぞれの Y5 だったら0から700万までみたいな、こう売上のレンジが決まってて、でこのフェーズではこういう施策を打つと次のステップに行けるみたいなノウハウの型化がされてるんですけど、1年で月700万以上売上が立たないと自動的にブランドが撤退っていう掟があって、で、基本それに満たないともうブランド撤退ってなるんですけど、数多くのブランドを運営してきたことで得たノウハウをベースに若者の支持を集め、順調に成長しているブランドだけが生き残る仕組みを作り上げました。例えば僕が運営しているブランドってないんですよ。全部そのこう権限移譲してみんなの好きなもの、作りたいものを作って、それを徐々に伸ばしてこうなんていうんだろうな、グロースさせるっていう仕組みと文化ができてるから、1年に5から10個ぐらいブランドを作ったり。平均年齢が25歳という若い社員を中心に構成されているゆとりですが、それぞれが自分のブランドを背負います。売上に苦戦する社員にも容赦はありません。成功するための想像力と情報量が100だとしたら、なんか5ぐらいしか見えてない感じがして、大丈夫なのかな俺。新商品のプレゼンに対し痛烈なダメ出し。
社員に求める仕事のハードルの高さはゆとりという社名とは正反対です。難しいね。今の世の中って責任感がないなって俺思ってて、要は〇〇ハラスメントみたいな言葉とか、なんか表面的な多様性っていう言葉がなんか全員の好きなように解釈されて一人歩きしてて、けどでそれで、まあ、上司も怒りづらいし部下も怒られたくないしみたいで、そこになんか人間的な成長とかって ないっていうか、めちゃくちゃ軽視されてるなっていう。けど本来仕事ってそれを通じて、まあ、人間的に成長するための手段だと思うんで、若いからこそそこをあえて踏み込んでお互いに成長していこうっていう感じでやってますね。若手は大事に育てなければならないという社会の風潮からは逆行するような片石社長の方針に社員は。プレッシャーは正直めちゃくちゃ感じます。やっぱこう、まあ、この年で多分やらせて、他の会社だと多分任されないことも任せてもらえるので、まあ、その分なんかちょっと頑張らないとやばいみたいな、そこのプレッシャー常に感じてます。まあ、やっぱ数字はしっかり出さないといけないところなので、まあ本当のんきにやってても評価をされないし、あと自分から行かないとどうしても会社からの指示待ちとなっても全然実力も伸びないし結果も伸びないので、やっぱ本当に個々がそれぞれどう動くかっていうのをすごい求めてる会社なので、まあ厳しいという、僕は全然厳しいと思ってなかったので、そうですね、もう全然楽な方だと思います。若者が求めるものを SNS で瞬時に察知し、それに応えたいという若手社員の熱量でファッション業界に新たな波を生み出したゆとり。その先頭に立ってきた片石社長はどんな未来を思い描いているのでしょうか。5年後にブランド数を70個にして若者帝国を作るっていうふうに発信してるんで、まあ、70ブランドぐらい一社で持ってると、おそらく今の統計だとこの業界で一番ブランド数の多い会社になるんですよ。まあ、それぐらい若者の多種多様なこう好み偏愛みたいなのが社内にこうカオティックに内在してるっていう感じの状況が作れるんで、今本当若者帝国を作るっていう標語を掲げながらやってますね。さて改めましてアパレル企業ゆとりですが、設立以降売上は右肩上がり、まずはこの急成長をどうご覧になりましたか。はい、やはりアパレルの業界というのがこの少子高齢化が進む中でなかなか苦戦してきてるんですね。はい、そもそも市場も小さくなっていますし、でそのいろいろこうインターネットや SNS の普及でこう好みが細分化される中でこうビッグヒットってやっぱり生まれなくなってるんです。はい、そうするとなかなか大きなトレンドですとか流行を作って、でそれでバーンと売るみたいなビジネスモデルがもう成立しなくなっています。はい、という中でやっぱりそう確実にそのたくさんのブランドを作ってそれぞれがちゃんとしたニーズをつかんで効率的な経営を実現できているあたり、そしてこの売上高に対する、まあ、利益率を見ても非常にやっぱりこれは目覚ましい、うん、進化を遂げた企業だなというふうに思いました。うん、さらに滝川さんにお話を伺っていきたいんですけれども、うん、片石社長のこう経営戦略についてですよね。いわゆるこう、うん、ヴィンテージって他の人が持ってない、まあ、一点物みたいな印象があるんですけれども、うん、こう新品でも古着風のデザインっていうところについてはどう見ましたか。はい、これやはりもともとこの片石社長ってヴィンテージがすごくお好きということをいろんなところで発信されてますし、そこに対する目利きでもあると思うんです。ただやっぱりEC で売ろうとしたときにこの古着一点物に対してこの撮影をしたりでそれに対するコピーを作ったり採寸したりということで売るとやっぱり傾向率は悪いわけですよね。でこれもだったら古着風で売ってしまおうというふうに発想を転換されて、そこはやっぱり効率的に経営方針を変えているということが一つと、あとやっぱりですねその古着風デザインってこういろんな年代のリバイバルやその過去のものを70年代チックとか80
80年代が来てるみたいなもので再現するっていろんなやっぱりブランドもやってきてることなんですけども、そこをですね、今のいいところとあとその古着風というそのマーケティング的な発信の仕方とあと実際のこの古着に対する愛とかリスペクトを込めて古着の良さ、ヴィンテージの良さとあと今のそのトレンドをちゃんと融合させてかつそれを新しい切り口でこう売り出すことができているというところにこの経営のやはりそのうまさというかこうニーズのつかみ方の巧みさを感じます。そうですね、はい、こう個人的な意見にはなるんですけれども、私こうヴィンテージのものデザインとかすごく好きなんですけれども、どうしてちょっとこう潔癖でどんな処遇を受けてるかわからないのがちょっと怖くって新品だけどデザインは古着っぽいっていうのもある種そういうのもニーズあるのかなって思ったりもしましたね。本当そうですね、今古着やっぱり着てますし、それを今の感覚や今の人たちの感性も取り入れてこう楽しめるっていうものを提供している時点で、非常にニーズを着実に掴んでるなと思います。で先ほど少しお話にありました効率性ですよね、の宣伝 SNS が中心、でブランド数がとても多かったですよね、多くのブランドを作るということの効率性についてはどう考えられますか。実はですね、このゆとりが何がすごいって言われているかというとですね、こうアパレル業界の長年の積年の課題を結構解決してしに行ってるんです。で 何かというとアパレルってよく夏とかあと冬とかにセールしてますよね。あ、やってますね、はい、あれ何をしてるかっていうとその在庫をドーンと作った方が、大量の数を作った方がそれが当たればもちろん一番いいわけなんだけれども、数というのは型というかパターンをってことですね。そうですそうです、でこのトレンド来るぞって予測してそれが当たればもちろん一番いいんだけれども実際外しちゃったりとかマスマーケティングが成立 しにくい時代になかなか結局売れ残っちゃった時に、セールですごく値下げしてさばくんですよ。でこれをすると企業側が得られる利益ってやっぱり下がるんですね。もともと売ろうと思ってた価格よりずっと安く売らなきゃいけないわけですから、なんだけれども、で在庫にあたりの粗利益というのが結構このアパレルを見るときの指標なんですけども、これが非常にゆとりって高いんですね。でなんでかっていうとその大きなトレンドを当てに行くというよりはこう自分たちがこう育ててきた SNS コミュニティを精緻にやっぱりこう分析したり調査したり好みをちゃんとこう推し量ってですね、でより高い角度でそこに受けるものを作るわけです、するとこう在庫、要するに売れ残りを作りづらいということになりますから、ゆとりがやっぱりその在庫あたりの粗利益が高いというところという時点でかなりアパレルの中ではこうそのイケてる企業といいますか、積年の課題にちゃんと時に行っているというところがこの強さの秘密なんですよね。もともとその買ってくれそうというかそういうのが好きそうなところに向けて売ってるから在庫が抱えなくてそうです、そうです。そしてSNS で のフォロワーたちの分析もかなりされていると思うんです、いろいろ発信見ていても。でそこにやっぱり当てに行ってるから好みを外さないし、要するに顧客解像度がすごく高いんだと思うんです。面白い分析ですね。さらに見ていきましょうか、人材育成についてです。平均年齢25歳という圧倒的若さの組織でブランドの存続や評価方法についても明確な指標を示していますよね、人材の育成そしてこの評価の面についてどう見ますか。はい、これもやっぱり非常にユニークだなと思うんですけれども、今の時代ってこう若い人に辞めてほしくないと思うあまりにこう働きやすい環境をできるだけ作ってホワイトにして、で負荷をかけないようにとか、いいんだよいいんだよそれでいいんだよっていう、こう腫れ物に触るように育ててしまうという傾向が一つあります。でこれに対してやっぱり物足りないですとか、ここにいると成長できないという理由で転職をしてしまう若者っていうのも事実結構いるんですね。でこれに対してこれ責任をまず一つ一つ、先ほどのインタビューでもおっしゃってましたけど、ブランドのその裁量権を責任者に若いそのメンバーにちゃんと渡す、だけどもきっちりとじゃあそれが目標を達成しているかどうかっていうことに対してフィードバックをする、で達成してない場合はもう撤退っていうふうな撤退ライン明確に決めてますよね。でこれかなり実際にそこで働く人たちは鍛えられます、責任も渡されて結果をちゃんと検証されて、もう自ら経営陣からフィードバックを得てってなると
ハードですけれどもすごく成長しますよね。そうですね。そうだとするとやっぱり働きがいをめちゃめちゃ提供していると思うんですね、うん、この会社は。熱意があれば大変でも、うん、そして自分が成長できるなら頑張れるっていうその気持ちっていうのは一定ありますもんね。はい、ありますし、そのフィードバックもちゃんと700万円以上の売り上げになるためのフィードバックですから、うん、実際結果に結びつけばものすごい手応えをやっぱり感じるわけですよね。だからここの、明確な目標を掲げてそこに対してきっちりフィードバックをして、で目標達成に全社を向けて注力させつつ採用権きちんと渡すっていうやり方がなかなかハードだけれども、うん、今いろんな会社で得られなくなっている環境を結構準備している時点で競争力があるんじゃないかなと思います。最後にですけれども、うん、若い集団ゆえの強み、そして今後についてどう見ますか。はい、やっぱり2つ思うんですけれども、ご自身がやはり Z 世代当事者の時から、片石社長は起業されていますから、非常にそこの当事者性であったりこうデジタルネイティブの強みを遺憾なく発揮されたと思います。じゃあ今後ご自身が年齢を重ねていかれる中で、でもやっぱり若者帝国を作ってですね、やっぱり若い世代へ のファッションのサービス提供していくのであれば、どうやって自分が年を重ねた時にそのカルチャーであったりですとか若い感性をこう途切れさせることなく組織の中に埋め込んでいくのかっていうところはまず一つと、はい、あとグローバル展開ですね、をされるのかどうかも非常に興味があります。はい、この先が本当に楽しみですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。